never dreamed before. I'm gonna knock the door into the world of perfect free. You're gonna say you're mine. I'm gonna get a chance. I thought a chance is far from me. I was made to hit in America. In America. この番組は月刊少年マガジンの講談社とご覧のスポンサーの提供でお送りします。そろそろ脱サラ考えてますよ。あ、どうした？女か。31ページだぞ。サンキュー。サラ掃除の花の色、乗車必須の断りを表す。さすがだ田中。しかし今は英語の時間だ、うん、はい、静かに。いつまでこんな毎日が続くんだろう。俺の人生は14歳にして袋小路の中にあった。そうだ、あの人に会うまでは。田辺もあれ読んだ。ああ、すごいよな、大リーグで首位打者だもんな。だよな、はあ、こんな毎日じゃ俺たち面白い自伝なんか書けないよね。おい田中、お前自伝書くために生きてんの？そんなわけじゃないけどさ。でもさ、楽しい人生送ろうぜ。ほら、ね、おい田辺。もう吉田君ったら、カズちゃんちょっと踏んだくらいで。俺 100m のタイムさ2秒も縮めてったよ。私押し合わせて押し込んどいかないでよね。いいね、これいいよいいよいいよ。おー、菱川先輩だ。ビューティーフェイスにダイナマイトボディ、スポーツ万能な上に成績も常にトップ10、完璧なミス東中、石黒泉、ハッとしてグッとくんね。たまんね。次行けよ。はい。よし、取りまくって売りまくって人財産作るよ。おい、なんだよお前。そっか、お前も取りたいんだ。そうなんだよ。あの時初めて声をかけてくれたのは泉ちゃんだった。
泉ちゃん。返せよ。3年前まではそう呼んでいたんだ。ああ誰かいる。ほーら、あそこに男子が2人。ああ、誰だおい。ああ、1年なのか。泉の知り合い。カメラ持ってたわよ、あの二人。小雪。いやー、バッチリ見られちゃったな俺たち。さあ、ゲソ行くぞ。田中、早く来いよ。ゴールデンバットだぜ。牛丼食ってく？俺パス、金ないし。そっか、じゃあな。なんかヤバそう。んだこれ。あ、いって俺何してんだろう。なんだ、あの犬。おい、何してんだ。やめろよ、いじめるのは。うっせえな。みんな、行こうぜ。おう。Back! Come here! I told you, you shouldn't go out alone. You made me worried. 外国の人。気持ち悪いだろ、この犬。ノーノーノーバッド。え、日本人。ありがとう、ベック助けてくれて。あ、ワンちゃん、おいでワンちゃん。よしよし。うんうん、怯えてる犬の前にいきなり手を出すのはダメだ。使いな。ありがとう。じゃあな。これ、今度お返しします。それ実は？うん、殴られる、噛まれるわで、散々だったよ。マジかよ、ひでえなそりゃ。あの変な犬、狂犬病、大丈夫かな。おい、田中に お客さん。石黒先輩だ。なんか気にしないで。あのさ、小雪って土曜空いてる？え？どうしたの？喧嘩？大丈夫、もう全然平気。あのさ、小雪、書道教室には同姓同名の田中幸雄くんがいた。そこで泉ちゃんが俺を小雪と命名した。だから泉ちゃんは俺を小雪って呼ぶんだ。友達とボーリングやるんだけどさ、小雪も来ない？うん。よかった、これで人数確保。試験近いからみんななかなか参加してくれないんだもん。せっかくかよちゃんからもらった券、無駄にしたくないんだ。え、小雪、ありがとう。うん。あ、私次体育なんだ。じゃあ土曜に。信じられない、本当にな。
あら、なんか楽しそうね。ちょっと。あんまり遅くならないのよ。はい。まもなく2番線に上り電車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。黄色い線までお下がりください。イエーイ、ストライクだぜ。ナイス、ゆずみちゃん。勝負にならないわよ。ねえ泉、チーム変えな。小雪、手前の印を狙って投げてみな。イエイ、よし。どうだ、私のアドバイス。いやいや、才能才能。イエーイ。小雪やるじゃん。その時、俺たちの2年間の恨みが完全に消えていた。ねえ、マック行こうよ。水とも良くない？な、俺、ヨシギ。ああ。私は何がいいかな。俺、別行動ってことで。あ、かよちゃん。かよちゃん。おう、イズミッチ。イエーイ。ん？何してんのさ。これからマックかヨシギ行こうかなって。お腹空いてないし、別んとこ行こうぜ。うん、かよちゃん、エクサイ。あれ、いいらしいよ。マジかよ。やべ。飲んでるか、小雪くん。はい、ウーロン茶、2杯目突入です。うん、みんなでカラオケ行くか。あ、俺パス。カラオケ行ったことないし、金もないし。うん、泉っちが小雪くんの歌褒めてたんだけどな。ほら、若者たちにサービスだ。あれ、みっちゃん、調理師免許持ってた？ねえよ、そんなみっちゃんさんって名前なんて言うんですか？なんで？お礼言いたいんですけど、厨房の俺がみっちゃんって呼ぶのはちょっと。なーに、みっちゃんで構わないよ。ごちそうさまです、みっちゃんさん。ここはな、常連さんも多いけど、誰が何やってるかなんて知らない。本当の名前なのかあだ名なのかも知らない。そういうもんを持ち込まないのがレメディなんだ。え？それって私を捨てるってことじゃん。だから言ってるだろ、時間がねえんだ。終わったな。リュウスケのバカ。あいつはリュウスケって呼ばれてる。マセタ16歳だ。知り合いが？いえ。とにかく最低。女は泣かせる。借りた金は返さない。そんな。でも、なんていうか、こう、人を引きつける不思議な魅力があるんだよな、龍介のやつ。それにさ、あいつ何かとハッタリが多いんだよ。え、ハッタリ？小雪は大ぶりって知ってる？アメリカでめっちゃ売れてるダイイングブリードっていうバンドがあるんだけどさ。大ぶりがどうしたの？私大好き。あいつ大ぶりのギター弾いてるエディと昔バンドやってたって言うんだぜ。ねえ、それって誰？バカ。な
なんだよ、お前俺以外にも男いるだろう。龍介は私とバンドとどっちが大切なのさ。バンド。みっちゃんさん、これあの人に渡してください。うん。さっきのドラマみたいだったね。うん、なんかすごかった。おーい、おいおい、見て見て。いやー、よくここまでやるよな。これ直すの結構かかるぜ。あ、先輩、あんまり近づかない方が。なんだよ、気分壊すな。 Hey! What the fuck are you doing to my car? What's the matter? You fuckers around here speak English or what? I'm sorry. 先輩、なんで謝るんですか？いや、だって…帰るのか？ああ。これ、小僧がお前に渡してくれってさ。俺に？ Thanks, みっちゃん。Fucking stupid little kids, I'm gonna make you pay for all of this right now! No, no, we are not guilty. What are you, a rapper, a singer? We are the world? I'll kick your ass if you don't pay. I'm serious. Shut the fuck up! いい加減にしろ、この野郎！小雪。体がでかいからって威張るな、バカ野郎！バカ？Nobody calls me back around you, you little shit! I'm kick your fucking ass, man, right about now! Stop it! I saw your car 2 hours ago and it was already scratched. Who the hell are you? You should apologize to this kid. What the fuck? Apologize. Apologize! The police are right there. Shut the fuck up, kids. Yeah, let's get somewhere else. Come on. Come on, he says. Ryusuke-kun! いいから早く帰れ。はい、ラーメンお待ち。うまそう。しかし、さっきのポテト、あれ超まずかったよね。ラーメン、まだ残ってるぞ。うん、でもさ、俺どうしても牛皿が食べたくなったんだ。小雪。It's cool, man. It's cool. Put that thing down, man. Please. Put it down. Take it easy. Please, put it down. Well, you wanna try? I don't know about your town, but my friends in New York died. You can't fuck around in my neighborhood. No. Get the fuck out of here, you fucking bastard! Come on, no! Don't shoot. No! Don't shoot. Leave it! しょ、人をゴミ扱いしやがって。ああ、シッ。リュウスケ君、大丈夫？あいつら相当酔ってたからバレないと思ったんだけどな。あーいち。俺感動したんだ。お前小さいのにあんなでかい外人に向かっていくんだもんな。ん？どうした？おいおい、泣きたいのはむしろ俺だぜ。ごめん、でも最近っていうかもうずっと前からいてもいなくても誰も俺のことなんか。小雪ー
みんな、皆さん、怪我大丈夫？ああ、こんなんガスリ傷だ。この前彼に犬を助けてもらったんでね。犬ですか？ベックは俺がエディとバンドを組んでた頃に見つけた犬でね。わあ、その話って本当なんですね。小一くん、遅れてすまん。私大ブリ大好きなんです。うん、じゃあ今度俺たちのバンド見に来なよ。はい、行きます。わあ、楽しみ。大ブリのマットって面白いんだぜ。いつもライブの前にさ、酒飲まねえとステージ上がれねえんだぜ。やばいんじゃないそれ。俺かなり心配になってきた、石黒先輩の身が。ま、お前はどうでもいいけどな。だからね、元気を出して。ごめん待たせて。龍介くんとここの住所。よーし、押しかけちゃうか。え、いきなり。ああ。小雪ってどんな音楽聴いてるの？国吉千恵美。国吉？あ、あのアイドルの子？うん。将来絶対ブレイク間違いなしだと思う。なんかこっちみたいよ。あ、そうかも。そして俺たちは散々迷った末に龍介くんの家にたどり着いたんだ。ロックってのはな、こう心のバイブレーションなわけよ。この番組は月刊少年マガジンの講談社とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。I never dreamed before. I'm gonna knock the door.